どうも、こんにちは、K です。今日、サブチャンネル一発目のテーマは、シーズンで一度しか着てない服も、シーズン終わったらしっかりクリーニングに出して保管しますかあー、まあある程度いい服は僕はやってる方かな。まあ、100%ってちょっと言い切れないんだけど、例えばこの前ももう、厚手のニット類、タートルとかさ、ドライバーズとか、 ああいうのとか、コートとかも、もうまとめてクリーニングに出して、もうすでに戻ってきてるので、で、クリーニング屋が、あの、つけてくれた、なんかこう、ビニールガーベントみたいなのに入れて、全部保管してあるんだけど、まあそういうのはやっぱり各シーズンで、各シーズンって言ってもまあ年に2回か、だいたい秋冬と春夏で終わった頃に出す。で、逆に始まる前にも、まあ一回こう、綺麗にしたいっていう思いで、 ま、それもね、なんとなくピックアップしてるから、全部じゃないんだけど、ま、この、なんていうの、春夏じゃあ着るだろうな、みたいなのとかは、えっと、クリーニング最初に出したりとか、コートとかも、ま、今年もまたこれは着るだろう、じゃあ一回クリーニング出しとこう、みたいなので、出すから、ま、年4回ぐらいのタイミングで、え、秋冬着る前、え、来た後、春夏着る前、着る後、みたいな感じで、ざっくりは出してるかな。そのざっくりっていうのがさ、僕、例えば、クローゼットあって、ま、あ コートやないんやらってあるじゃないですか。例えば、コートなんかだと、僕そんなにコートたくさん持ってないから、数着しかないから、まあ、全部出しても、まあ、別にそんなに、まあ、コートちょっと高いけど、まあ、そんなになんだけどさ、ブルゾンとかってなってくると、まあ、10は超えてるし、結構な数がある。で、これ全部出すってなると、 いや、ちょっとそれはと思うから、なんとなく、あ,あ、これは出そう。あ,あ、これ、まあ、この前やったからいいや。とか、あ,あ、これもうくたっとしてるし、まあ、クリーニング出したらもう買わないからいいや。もうこれ味だわ、みたいな感じで出さない。あ,あ、これ出そう。とか、なんとなくその毎回やるときに、なんとなくで決めてるので、うん、まあ、出してるものは出してるし、出してないものは出してないっていう感じから、もっとデリケートだね。あの、本当にたくさん来たとか、そういうのはタイミングで出すよ。もちろん、 まあ月、月一回、二ヶ月一回ぐらいかな。二ヶ月一回ぐらい、いいじゃあブルゾンが、まあ結構最近来たなと思ったら、じゃあ一回このブルゾンと、最近よく履いてたスラックス、じゃあクリーニング1回出しとくわ、とか、そういうのはやるんだけど、それ以外で、その、なんていうかな、シーズンごとにっていうと、結構ランダムピックが多いから、もしかすると一年ぐらいクリーニングしてないものも僕全然スラックスとかはあるかも。全然履いてなくって。 もう全然これ履かないけど、なんとなくもうハンガーにかけたまま置いてるみたいなのとかはあるから、一度しか来てなくてやってるものも、まあ、そっちの方が多いと思うんだけど、6、7割ぐらいはやってると思うんだけど、残りの3割ぐらいはもしかすると、あの、一度来たけど、クリーニング出してないっていアイテムも全然あるかも。っていうところですね。はい。そんな感じ。はい、次。今後日本から幼児ギャルソンのようなブランドが生まれる可能性について。うーん、もう最後の砦が堺じゃないかな。 うん。まあ、酒井がもうそこに行けなかったら多分僕はその後出ることはないと思う。うん。もう今の時代と、やっぱ、これで時代がすごく、なんていうかな、影響してるというか、その一つのブランドを、こう、深格化というかさ、 こう、カリスマ的なポジションに、要は、消費者、服が好きな人たち、買う側の人たちが、あがめるというかさ、そこにこう、価値を、こう、なんていうかな、けるわけじゃないですか。そういう風うな価値付けをするでしょけど、もう、今の時代って、もう、いろんな情報が秒速で、ね、発信されるし、いろんなものが逆に吸収できるし、で、どんどん消費されていくから、なんかその一つのブランドに対して、このブランドは神だ、みたいな、すごいカリスマだ、みたいになることが、 もうあんまりないと思うのね。で、今の時代がまだギリギリだと思うの。今はまだ可能性あると思うんだけど、じゃあ例えば、幼児やギャルソンが今まで歩んできた、例えば20年、30年とかそういう歴史を、ここからじゃあね、これからスタートして20年後、30年後ってなったらもっとデジタルとか、それが進んでいくわけじゃん。まあ今 AI とかいろんなことが話題になってるけど、そういうそのファッションの世の中になったら、 よりね、そういう風にこうブランドを、その一つのブランドをこうカリスマだとか神だみたいな感じで感じる心みたいなのが、もうその消費側、服を買う側になんかこう備わってない気がするので、僕はだから今の時代がギリギリラストチャンスで、ようやくそこの、まあいろんなハードルをもう乗り越えてるのは唯一境かなというのは僕は思う。まあ、幼児やギャルソンってもちろんその、 生み出されたアイテムも素晴らしいんだけど、やっぱりデザイナーっていうところが、ものすごく価値があるじゃないですか。例えば、リック・オーエンスとか、じゃあまあ、今まあ、セリーヌ言っちゃったけど、まあ、例えば、エディ・スリマンとか、まあ、ラフ・シモンズやガリアーノとか、まあ、そういう人たちって、まあ、デムナとかもそうかもしれないけど、やっぱデザイナーにすごくフォーカスが、あの、当てられてる、向いてる人たちが多いから、そう考えると、やっぱ、アベチトセさんっていうのは、実力的にも、最近なんかヨーロッパとかでも、ものすごく百貨店とかでも、堺が売れてるみたいな、なんかニュースというか、そんなのをチラと見ましたけど、まあ、やっぱ、すごくアベチトセ というネームがあの価値がついてるので、もうねやっぱゴールチェとオートクチュールやったりとか、あのディオールとコラボしたりとか、それが大きいから、まあ、今伸びてきている。だからいろんなブランドドメブラが超えられなかったハードルをどんどん超えてきてる最中だと思うので。 ま、このまま、まあ、ある程度、もうちょっと攻めないといけないと思うんだけど、結局、その、カリスマ的なブランドって、ま、ギャルソンも幼児もそうだけど、まあ、例えば、じゃあ、一世とかもそうだし、まあ、じゃあ、海外で言うと、例えば、リックとか、ああいうところも、ある程度、やっぱ、前衛的、あのその、ぶっ飛んでればいいってわけじゃないけど、ある程度、破壊的だったり、まあ、その、革命的だったり、みたいな、ことをやらなきゃいけないから、堺がそういうところの壁を乗り越えられれば、まあ、いける可能性は秘めてるかな、っていうのは、僕は、あの、勝手ですけど、 思ってる。今からなんか若いブランドがそこまでたどり着くっていうのは僕はほとんど不可能なんじゃないかなっていうのは思いますね。ただそれはそのブランドが悪いとか、そういうのじゃなくて時代的に、まあそういうブランドを、あの、作らない時代というか、作り上げられない時代みたいに、今後2、30年になってくると思うから、まあ今がギリギリラストチャンスかなっていうのは思いますね。はい。次。えー、セレーショでこちらホニャララですなどと、知ってるブランドの場合、 知らない体で聞くのが正解ですかね。あー、なるほどね、なるほどね。こちら、何、えっと、エゴンラボです。イーゴンラボです。みたいな。こちらブルーマーブルです。って言われたときに、えー、あ、そうなんすねって行くか、もしくは、あ、それ最近人気ですよね。みたいに行くかってことあー、別に知らない体で行く必要は僕はないと思う。別にそれを、 知ってれば知ってるで、知ってる人同士の会話ができるじゃん。まあ、要は、服好き同士の会話というかさ。なんか、ま、そんな感じじゃん。セレッションの人たちは当然いろいろ知ってるから。で、まあ、そのお客さんも、あ,あ、ブルーマーブル、例えばブルーマーブル例に出すと、ブルーマーブル最近いいっすよね、みたいな。あのコレクション面白かったですよね、みたいなのになっちゃえば。 いや、そうなんですよ。で、あんま取り扱いなくて、うちこういうの入れてて、こんな感じでやってるんですよ。で、ブルーマブルって実はこうなんですよね。わー、みたいな。なんかコミュニケーション生まれるじゃん。でも、それがお客さんが知らないってなると、そこまでの熱量では多分喋んないから、いや、これ最近、こういうところから出てきて、ちょっとこう、音楽シーンとか、なんか世界各国の技術とか入れてやってるんですよ。このビーズとかもそんな感じですよね。みたいな。多分、ある程度当たり障りない内容になるから、 自分がどう、どっちを求めてるかじゃないもっとこう、そのブランドに対して、そのアイテムに対して、ものすごくこう、なんていうかな、こう、詳しい話というか、そういうのを求めてるみたいな場合だったら、いや、僕も知ってますよ、みたいな。ので、全然喋っていいと思うし。なんか自分のそれが知識を引きらかすとかとは違くって、自分が知ってる知ってないっていうのは、販売員からすると、相手のお客さんが、それがどっちかなのかっていうのは、すごく結構重要。 うちのブランドのことを、例えば、うちで取り扱ってるブランドをすごい知ってくれてて、このブランドに対してもある程度知ってる人だと、多分セレションの販売員も結構喋りやすいと思うから、知ってるんだったら知ってるし、本当に知らないんだったら知らないでっていうふうに分けていいんじゃないかな。知らない体で聞くのが多分一番ストレス溜まると思うので、正直でいいと思いますね。はい、次。えー、海外のファッション、芸術学校を卒業する以外で、日本人が海外のデザイナーズブランド、 生チェコワイプロのアトリエで働く方法って何があると思いますかいやー知らねーっていうのが正直な答えだけど、もうその学校卒業するとか以外って言われちゃうと、選択肢多分結構狭い気がしてって、結局ね。 そのはそこで学校卒業してパイプがあったりするから、まあもう叩けるというか、そこの入り口に立てるみたいなことが結構多かったりするけど、それがもしそれ以外でと言われるともう、行くしかないんじゃない自分でアポイント取って、こういう服作ってる。あの、こういうことできる。あのもう今からでも、じゃあ例えばパリ行くから、あの、働かせてくれ。みたいな DM 送って、もうわかんない。既読になるかな,なんかわかんないけど、金をはたいてパリに行って、 あの、なんとか調べて、もう、門叩いて、あのーって言って、DM 送ったんですけど、みたいなにして、迷惑がられるかもしれないけど、僕本当に働きたくて日本から来ました、みたいな。もう、ドラマ派みたいな話かもしれないけど、まあ学校卒業しなかったりとかで、その何にもパイプがない状態でやるんだったら、もうそれくらいのことやるしかないんじゃないかなとは、思いますけどね。その多分普通の成功法では多分これは無理なので、無理、難しいので、うん、まあ現地に行って、 で、あの、本当にとか、まあ、DM で例えば自分の制作とかね、なんかやってることとか送って、自分の実力を示す。まあ、要はアトリエで働くってことは、技術がないと難しいわけ。そんな、イメージだけいいの持ってます。では、アトリエでは働けない。技術職だから、自分はこういうことができる。じゃ例えばレースでこういうようなことができたりとか、過去に作品でレーザーを使ってこんなことをやった。じゃあ、例えば Y プロジェクトだったら、デニムの何かこういうことやってるとか、どうのこうのとか、だからそういう自分の、あの、ポートフォリオと言われる、いわゆる何作品集みたいなのを 見せたりとか、うん、まあ、現地行かなきゃ無理じゃない。多分。うん。って思うけどね。あっち側からしたらさ、生地ワイプロ側からしたら、そんななんか、じゃあ日本でうちで働きたいって言ってる人のために優しくすることって多分ないと思う。のね。本当に働くかもわかんないし、いやいや、結局こっちも来てねえのに、ね、働きたいとか言われても、みたいな思うけど、実際目の前に来たら、アしスタンくらいだったらいいかってなる可能性もあるから、 いろんな可能性を含めて現地に行って、あの、あの、入り口のベルとか鳴らしまくるぐらいしかないんじゃないって思ったけどね。どうだろうね。はい。そんな感じ。次。次、販売員時代にこのお客様、顧客だけど名前が出てこない、何買ったかも出てこない時はありましたかあー、自分のお客さんではなかったかな。うん。自分、宛に来てくれてて、自分がいつも顧客として接してる人の名前が出てこないとか、何買ってるかわかんないってことはほとんどなかった。 かも。その、ラグジュアリーって他の店舗での買い物っていうのも見れるのね。データとして。例えば僕がじゃあ仮に銀座のとあるブティックで働いてたとして、そのお客さんがじゃあ丸の内や伊勢丹や、例えばじゃあちょっと郊外に出て横浜行った、関西でじゃあ大阪で買い物したみたいなのも、同じブランドなのであれば、日本中のどのブティックで買ってもデータは見れるから、僕自分のお客さんなは結構それ見るようにしてたんですよ。要は、うんー、まあ、 それが一つちょっといやらしい意味で言うと、まあ、相手の、その、お客さんの買い物をちゃんと分かってることで、自分が例えば進めるときに、この前なんかそういえばなんか伊勢丹であれ買ってましたよね、みたいな、あの、履歴で上がってたんですけど、なんであれと合うんだったら今季この感じですよ、みたいなのを進めちゃったりすると、あ、この人すごい私のこととか、僕のこと見てくれてるって、まあ、 ま、あなんとなくなるじゃん。やっぱりね。そう。だからそういうの結構狙ってたから、自分のお客さんに関してはなかった。ただ、もちろん、やっべ、あのマネージャーのお客さん名前なんて言うんだっけ。うわ、もう顔はわかる。挨拶もした。やっべ、なんて言うんだっけ、名前、みたいなのは、それめっちゃあったよ。そりゃもう、大きいブティックにいればいるほど、もう全然、え、うわ、この人やべ、みたいな一1日5回ぐらいあったんじゃないかな。僕の場合は。うん。でもまあ僕は割と、なんていうのかな。まあ、 体も大きかったから、多分相手も覚えてくれてて、ああ、何々君こんにちは、みたいに言われて、ああ、どうもこんにちは、いつもありがとうございます、みたいな、挨拶はさらっとしてたから、あっちも別にそんなに感じてなかったと思うんだけど、裏で、あの、名前忘れたんですけど、何様でしたっけみたいな、何々様じゃんって言われて、うわ、そうだ、じゃあもうちょっと、もう一回、ああ、何々様、お元気でしたかみたいな感じでまた行く、みたいなそう。そういうのはやってたかな。他人の顧客はマジであった。うん。まあでも僕、自分のはないかな。さっき言ったけど、結構顧客のデータとかは割と、 見て、どこどこで買い物何したとか、うんとか、そういうのを結構見るタイプだったので、自分のお客様ではなかったね。はい。じゃあそんなところで以上にします。はい。バイバイ。